んでね、 0.1g の誤算まだやってたんだ。コロナの時期になって新規なんてつくわけないのによくやるよ。後でカツを入れ2階にお伺いするのでよろしくお願いします。マイペースゾーン、言ってる時だけ暴れたい、なんか今日体疲れてるから自分のペースで暴れたい、自分で考えた独自の乗り方で楽しみたい、いいっすね、後で混ざりに行きますわ。ここ数年のライブってさ、あれはやっちゃダメ、これはやっちゃダメって難かったじゃん。一つ言うなら人に迷惑はかけんな、それだけ。最後にお待たせしました、前方暴れなければいけないゾーン出始めにさ、好きなメンバーの名前聞かせよ、叫べ、もっと聞かせてくれよ、そんなもんじゃねえだろ、お前ら後ろの手本になるようにでっけえ振り合えよ、ちゃんと先導者になれよ。Thank you.
I'm gonna make you mine.
We'll be right back.
Let's go.
もっと聞かせてくれよ、もっと聞かせてくれ、もっと聞かせてくれよ。0.1g のご存知100点。夫婦言っていい？うるさい。マジでうるさい。耳壊れそうなんだけど、いや、やばかったね、さっき耳来てるんだよ。びっくりしちゃった。いいことなんだよ、いいことなんだけどね。いや、これはね、おう泣かないように言ってるのは大変だ。もう来てるし、今回最高の懇談ありがとうございます。ありがとう。ぶち上がってるかい、ぶち上がってるかい、ネットのためにぶち上がってるかい、YouTube のためにぶち上がってるかい、ニコニコのためにぶち上がってるかい。というわけで、まあ今日はガチで1000人いると思うんだけど、まあニコニコと YouTube でも放送やっているということで、まあそちらの方もかなりの多分人数が見てくれているはずなんですけども、残念ながら YouTube の方はこちらで終わりというわけで、そう、 YouTube というか無料の枠はこれで終わりというわけで、なるほど、もうこの先見たいという人はぜひニコニコ動画に移動していただいて、さらに3300円払え、払え何台のカメラを用意していると思っているんだ、バカ野郎、本当に怒られちゃうんだ俺ら。そうだね。なんと今日はもう8台のカメラを使って、なんかねエキシビションみたいになってるでしょ。すごいよ。もうここで宣伝しときます。買ってください。完成お願いします。皆さんも終わった後これ見れるんで、帰ってから見よう。はい、というわけで、じゃあ無料の放送の枠の方ありがとうございました。じゃあどうも、ありがとう、じゃあどうも、はい。